せっかく課金してるのもったいなくない？将棋。典型。神からの啓示。俺、啓示やない。エアコンのような。大体なんで早い手段勝てんの？俺、それが悔しくて仕方がないんやけど。そいつはアンチよ。ほうな。本当？いや、こういう子を大切にしていきたいと思ってるんだが。S に逃げるの？ S 配信に俺は。S 配信者なんじゃない？俺ってもう。ここまでやりよったら。配信者名乗ってもええんちゃうん？ S の。一人でやれや。いや、っていうか俺、スマホの方もグロっていうになったんやけども、早。ポチポチ、休憩時間とかやりよったら。これがほんと、休憩時間がなくなるなくなる。二人ともがもう、秒読みぐらいまで行ったらもう20分使ってるからな。やめろって。休憩できてないぞ、俺。配信外であれ、くっそー。なんでそんな将棋好きなのに強くなる努力しないんだ。いや、まあまあ頑張ってますやん。結構戻ってきてますやん。これ3級もあるで、もうちょい頑張ったら。もう20%だからな。詰将棋。詰将棋も、それはやりますよ。下手な横好きは、迷惑。来年の夏までには3級になれる。なれるんかな、本当に。詰将棋やっとんやけどな、俺、もらっとった人のやつで。全部見たんやけどな、桂頭の金とか。均等の刑やったかな？何やったかな？いろいろあるんすよ。20%から1局勝つごとに5%ぐらい上がるから気持ちいいぞ。まあ、そこまでが苦しいだけなのか。じゃあ、いけるんじゃないか、こっからは。桂頭の銀な。そっちか。スロー行くたびに蓄えた知識は破壊される。勉強はしてないからな。ドキドキと将棋どっち取るの？将棋っすね、今。俺マジ今将棋に命燃やしとるけん。なんで奨励会行かんかったやろなってぐらいに思ってる。若い頃に志しとったら、また違っとったんじゃないだろうか。ていうか、年取ったってことなんだろうな。だって、ね、中学とか小学校とか、高校、社会人になって、20代。一切将棋に興味なんかなかったもんな。それがなんだ。俺は藤井先生と出会って変わったね。目指しかけた男。気の迷いを。会ったことないやん。そう、会ったことはなかった。でも俺はフィーバーしとった頃よ。29連勝っていう。それを新聞で読んで、愛媛新聞で。あ、すごい、俺は中学生棋士なんだって。したら瞬く間29連勝。うえ、なんなんこの子すごいなって思って、こうちょっとニコニコとかでこう先生の戦いぶりを見よって、そうですね、腰も低いじゃんって、この年でこの言葉遣い。もうそっからは続行よな。動機が軽いんよ。確かにそうかもしれん。
今何歳だっけ？今16歳ですかね。むしくん8歳でウォーズ、あんま初段だぞ。な、8歳ザの梅原と同じ。まあそんな感じよな。動機はそうかもしれん。何歳だっけ ?38 になります。ダブルスコアプラス、ランボっていう。商業区会ある?やりたいね。願いましてはって。プシッ。いいんじゃないでしょうか。ね、相当、お通夜みたいな会場になるやろな。お酒はご法度ですよって。え?って。飲むで俺。じじいやが。16歳の時はシータが育てた。拷問を深い。その深いの誰にも勝てんで。本当よな。友達対戦したらよくわかるわ。ほんと悪魔みたいなやつしかおらんからな。3人アイテムて。くっそー。悔しい。悔しすぎる。リンチ。小学生とかにもボコられる。いや小学生でもね、将棋はね、ほんと体力の勝負じゃないんで、ね、子供が大人に勝てるっていう。藤井先生もそうでした。他では勝てないけど将棋だったら大人にも勝てるっていうのが楽しくて将棋にのめり込んだって言ってましたからね。最初はおじいちゃんとかおばあちゃんとやっててね、老人が行く将棋のとこでやったんですけどね、もうここ来ちゃダメだよって言われて、早くおじいちゃんになりたいっていう心温まるエピソードもあったとかなかったとか。ハムスターでさえ勝てる。名人戦とか2日で 2,3 キロ痩せるらしいぞ。体力も必要。ハムスターに負ける38歳ってなんなん。一回ハムとやっていいかな。ハムだったら勝てるような気がするんだが俺。いいよ、いいんだな。現地取ったぞ。これで負けたらさぞやめろ。勝つかな。これで負けたら二度と将棋するな。それは明言できんな。後手か。後手はきついな。こいつは絶対角換わりするからな。
来るな絶対。しかしこここれはひどい。舐めたい。ちょっと、引退しろ。ちょっと待って。フルボッコの流れ、待て。それでもな。の。やめろ。やめて。蹂躙しないで、その辺。もう早系統の銀俺だ。そしてたちまちさすんええじゃろ。ここを守っとるわけか。そんなもんたちまちじゃろうが。なっ。あ、ここにも飛車おったんか。危な。
ギン。これな。盛り上がる。おわ。逃げろ。セノン、これ引退。引退。韓国待たれよ。さっきのは失敗だ。テンプレ。いいじゃんいいじゃん。どうこいつ、やめろや。あ、ちょい待って、今のは違うだろう、クリックミスだろう、ちょっと待ってってこれはあかんだろう、これは無理よ、さすがの俺も引退する、ちょっと待ってって、今のは私やめろ、やめるわ。このハゲ、相掛かり、俺の相掛かり来た、始まった。何このバカ、炸裂してるんだよもうお前のは。スキュン、スキュンヘッド、そうですね。俺でもうたちまち核も死亡ではないか、うん、こっちかな、こっちでいいか、これでいいか。ちょっと勝った、楽しい、う、嬉しいか、確かに嬉しくないかも。やめよう、くっそーくそーくそくそくそー、あー、こんなん作業やん、やけんやっぱ耐震やないといかんのよ、ハムではダメなんよ、虚しいじゃろ